脚雷一味謙信は芝生に将棋を据えしごく清楚な姿をそれへ寄せていた黒糸おどしの具足の上に菊霧りを透かしとした銅片絹を煽り川ざの長立ちを横たえているにすぎないただこの間から刺す秋の日に鎧の貧困抜きや立ち金具が身を 揺るがすたびにきらめくためそれが甚だしく人の目を射るとはいえ謙信の眼差しはあえて人を圧するものではなかった豊かな頬にウグイス茶の禅花頭巾の裾が垂れているその柔らかさとその瞳とは不調和なものではなかった分けても伝右衛門が目を引かれたのは一宮に置かれてあった十七軒の からこと,と小鼓であった妙鎮造りの南蛮鉄に銀の吹き返しのある兜はその脇の具足びつの上に常住の宝物のごとく座っていたこと兜とそしてこの人と伝右衛門は見比べたいやそれはもう二義的で彼は慎みながら謙心に対して使者としての向上をありのまま伝えていた。 さればです主人信玄公の御城にはこの度の御朝鮮こそまことに遺憾しごくかのありがたけの一条をもっての行き通りならめとは拝察いたしおられますがそれにはさえあることまたその義とはあればいかようにも御阿談も愛なるべきをさはなくて不儀の御出陣この上は 英六元年のご条文もすでに破棄遊ばされた者と所存いたすしかあるまちと多様に心得て公軍の同勢も核はこの地までご挨拶に出向き申した、うん、そうしてと謙信はえくぼを作る伝右衛門はやや五気に力を入れていったついては主人信玄公の申されるにも 高越の両家ここの山川に弓矢の嵐を呼び相互の芝軍略を競うこと大戦三与旅小競り合いに至っては幾十回というを知らず天下の物笑い百所母の難儀この度こそは快く一大合戦を遂げて私有いずれとも勝敗を明らかにいた人を存ずる旨くれぐれも献身校へ 申し入れよとのお伝えでござりましたほうさようか本会本会謙信もまた同意なりと立ち返ったらよろしく言うてくれいしかる上は忌憚なくお伺いつかまつりますがさちくまの三河を踏みまたいでくも深々と個人取りの邸はさすがにご武勇独自の短略と信玄公にも 目をを見張らられれ、れて部門に生まま良い敵を持った幸せと申しおられますが、そもあなた様におかれましてはこれより海津の城をお攻め取りあらんとするお募し召しですかそれともまたこのまま信玄公と平場押しにご一斉のお心なりやお伺い申してまいれとの主人からの命にござりまするしかとご返答をいただきとうござります。 これは近頃ご入年なことである。割がたけの一女墓といい、またここの千女墓といい、お招きも席も、主役は甲の肥山大古寺と存ずる。そちらは亭主、こちらは客。されば地祖母の禅も、客来一味の簡素たるも、三回の沈銭を持ってお待ちくださるも、ご随意にお始めあるがよろしかろう。謙信。 その他連れ者も皆北国育ちの歯の根脱者構えて献立に骨抜きのご親釈は入り申さぬ <laughs> まずまずご返事は右の通りである伝右衛門とやら今日の使い大義であったと謙信はさっさと自分から対談を切り上げて傍らに控えていた老将に 何やら言いつけると、後方の幕を上げて、狩屋のうちへ隠れてしまった。客向かえの和田貴兵、老将の胸を受けて、残された使者を幕囲いの外へいざない、別な狩屋に席を設けて、主公をもてなした。主君、献身公からのお心づけです。陣中何もありませんが、ほんのお弁当代わり、 こういうい中の使者に対して行き届いたことと感じながら伝右衛門は杯を受けた喜兵衛は白木のお式に魚を取り分けて「ただいま鬼小島殿をこれへ呼んでまいりますからゆるゆるお話を」と会釈し,して立ち去った原の花お式の上の魚を見ると この辺りの泡魚や素菜ではない越後の海のものだまた雪国の珍味だった池はもちろん青酒ではないしかし貝やシナノのそれとは比較にならないほど香りが良いこんなものまで携えているようでは兵糧の二駄にもおそらく莫大な量を積んできているに違いない蓮ンエモンはすぐそんなことを考え巡らしていた 『そのうちに鬼小島弥太郎がただ一人で接待に来た』『ここではどうかご遠慮なくおくつろぎください』弥太郎はまず自分から打ち解けてみせたそしてこうも言った『ご主君には往年この弥太郎が『抱負の御城下』に紛れ込んでいた時あなたのために難なく国外へ出ることができたという あのことを手前からら聞いてて知っておられるそれゆえわざとご接待に出して球状を温めようとのありがたいおぼし召しかと思われます。改めてお礼を言うあの説はお見逃しに預かって片付けのござったおかげによって以来越後に帰国こうしてご奉公しています。いやいやお礼などかえって迷惑じゃ。 ご天はどう受け取っておられるか知らんが伝右衛門としてはかりそめにも敵方の官をたる者を見逃した覚えなどはないただ貴公が姿を変えて甲府の火事の家に施ねぼしていた姿は思い出されるけれどそういう例は敵味方ままありがちなことと言えるそうそうその御一言で思い出した。 あなたには幾人のご息女がおありですか娘どものことをお尋ねか唐突なのに驚いたのであろう粘右衛門のまなこにそんな光が見えたこの千場の空しかも使者として望んでいる敵陣の中五体のどこを探しても全くない思いを強いて求められた狼狽といえる長女も次女もすでに竹へかし ほかに娘と呼ぶ者はおらぬがいやおられるでしょう弥太郎は笑った口へ杯の酒を含んだそれがしが甲府にいた頃その頃まだ実際にもなられぬ愛くるしいご息女が確かにおられた町でも見宮代の庭でも見よく覚えておるところが その後年を経て同じお人を春日山のご城下に見た。なんとそれが上杉家の信黒川大角家の屋敷に召使いとなっておる。聞けば善光寺あたりから去る者の世話で大角家の一人娘の腰元として雇い入れた者という名は鶴などの左の唇のほとりにほくろがある。そしてどこやらあなたの重差しにも似通うておる。 伝右衛門殿善光寺詣の折にでもそうしたお娘子を道で落とした覚えはありませんかもしお尋ねならばいるところを教え申したいが骨太い戦国武者の荒肝がこの時もう伝右衛門の腹によみがえっていたふいに杯の酒を手から揺りこぼして笑い出したものだったいや そう言われて伝右も思い出してござる。まことに数年前善光寺編で末娘を一人見失い申した。それが越後に拾われていったのを貴公がお見かけなされたとはきえんきえん。定めし良い年映えになっていましょうな。さりとて見たい気もいたさぬ。おるところにいさせて天衣にお任せしておこう。 もともと迷子にした子でござれば。さて、気強い親子殿ではある。そのお子がいるところにおるなれば、それもよろしかろうが、それがしの知るところでは、鶴などのはもう越後にいません。それもごく近日、越後を出して親兄弟のいる空へ帰りかけた。だが惜しいかな。 まだ甲州の血を踏まぬうちに心当たりでまたはぐれたらしい今度はとの親子の手に拾い上げられてほしいと念じていることであろう何この辺りでと伝右衛門は思わず杯を下に置いたその途端にまた彼は人の子の父になっていた立っても立っても立ちきれないものにつながれている自分を もがくよぼにひざをすすめた本当でござるかそれは今仰せられたことは何でこのような戯れをこの際にどうしてあれがこの辺りになど司祭は存ぜぬしかし昨夕千曲川の向こう側にどこからともなくたまようてきた旅の女がいました。 寮を買っていた武田方の軍婦に道でも訪ねている風であった。常時この斎女さんに立っている者見は武田方と見れば容赦はしません。四五丁の鉄砲を並べて妊婦どもを打ちました。その一発が哀れ鶴名殿のどこかに当たった。よう似ているがと同じこの山からそれを凝視していたそれがしがまった。と 駆け下りてきて物見の足軽どもを止めた時はもう間に合わぬすぐ川を越えて救いにと思ったが待てと考え当たったのは再び川の小なたへ連れ戻ることが鶴ど殿にとって好か不幸かそれでござった今日夜が明けてみれば倒れている姿もない足軽の話によれば草刈妊婦の百姓が 夕闇に紛れて遠くどこへやら担ぎ上げて逃げていったという。さては怪我はしても命はあったものであろう。こんなことを朝から思うていたところへおりもおりあなたという対岸の敵陣からのお使者偶然ではありません。善光寺如来のお引き合わせかもしれぬ。ご神武お糸間はあるまいがもし何ぞのご寸家でもあったら。 この川中島の界隈、遠からぬ百姓屋に手当てされておるかと察し知られます。尋ねておあげなされ。いや如来の御手を差し伸べてあげなさい。弥太郎は調子をとって使者へ継ぎまた自分へ継ぎしきりと灰を重ねた伝右衛門はつと席を下がったごほ上に甘えた十分にいただきました。 ご訓側へよろしくお伝えください。お帰りになられますかここは許されざる私の草草。長いは恐れがあります。なおまた最前からの底本のお志には、何と申すべきかお礼の言葉もわきまえぬ。甲冑を解けば、それがしとて世の親と変わりなきものでござるが、しかと物の具を大している身には、 たとえ目の前に親の死妻の涙この父を見ようとも何の覚えはありません。自身の合戦があるのみです。従って今よりお断り申しておくが今日ここに御辺と組み交わして明日雑賀は千曲の流れのほとりで御辺と平和の間にまみえようとも恥かの伝右衛門がやり先は決して鈍るものではござらんぞ。 五年には及ばぬその技なれば鬼子島やたろうどでもニコと笑って彼もたったではふもとまでお送りしましょう。